セリーグに DH を導入するべきか、中日 OB の意見は？山崎さんはセリーグにも DH 制を導入してほしいと主張。山本明さんもいいよね、もうセリーグも DH でと同意した。山崎さんはピッチャーも球が速くて160キロ時代で、バッティング練習していないピッチャーに打たせるのは危ない。選手にとってはバッターの枠も一つ増えるわけだし、もう DH でいいんじゃないかなという気はしますと指摘した。セリーグとパリーグの決定的な違いというのは、打順が後ろに行けば下がってくるじゃないですか。そうすると、点数の入り具合は悪いわけじゃないですか。だから、休みのイニングができちゃうような気がして、打つイニングのわけだからチャンスで打っていった方が試合も面白いまた、ピッチャーサイドからしたら、俺らも休みのイニングもあってもいいんじゃないという声もあると思う。DH の方が選手も潤う人もいるし、仕事場も増えるんで、なんとかしてほしいなと説明。ピッチャー相手に何キロぐらいで投げるのかな。まあどの球団も当たり前のように中継ぎで150キロオーバー投げるピッチャーいるからな。江川が今の測定なら160とか言われてるから球速自体はそんなに上がってないんじゃないの？当時と今では筋肉量が別物。トレンディエースなんて言葉があったくらいみんなビョロビョロ。柳より打てるやついないんだから余計なこと言うなよ。野手より打ってるピッチャーが何人かいるのはどう説明するんだろうな。守備チームと打撃チーム分けるか？柳が打席に立てなくなるから中日はさらに貧打になるぞ。二刀流がパリーグから生まれてる時点でもうマジで何の意味もない。ご視聴ありがとうございました。